スコット選手ミドルシュートを放ったんですけど、秋田はあれは打たれてもいいシュートの部類に入れてると思いますね。ランニングショーター長谷川が決めきました。では田口へ、川島から田口でした。リングしたデイビス。ここは秋田が田口選手からデイビス選手へのハイロープレーが綺麗に決まりましたね。秋田になる。秋田いい形でグリーン選手のシュートを作りましたね。はい、田口選手のキックアウト。フィーラー、そして比江島、外、コトゥ、外に、さあシュート、ツーポイント、テーブス、テーブス、テーブス、速くなる、仕掛ける、テーブス、ここも速いですね、テーブスが決めた、はい、今度は少し乱れるが、宇都宮、比江島、スコット、ショットクロック5秒、比江島どうする、アイバーソンがつく、比江島、打ち切りました、決め切った。はい、ストップのところで、その次の攻撃あった。長谷川ショットクロックは8秒。ランニングフローター、長谷川長谷選手いいですね、はい、ランニングフローター、はい、そこに注意を払ってないように見えるんですよね。スリーポイントを打たせなければいいというような。今度はボクをフローター返します。点差変わらずです。第3クォーター、秋田がペース取ってるかなというところ。ミドル、大浦、フォトゥです。遠藤リングした。フォトゥー、ファールもありました。テーブス、安岡どうする。スポット相手、リバウンド、グリーンへ、グリーン、デイビス、デイビス対スコット、エンドワン。高橋さん、いかがでしょう今のデイビスのこのスコットとののパスが良かったですね。シカゴと呼ばれるような動きだったんですけどね、あれはフォトゥ選手決めたかったでしょうね。その後の秋田逆転、セガンも上がってきました。失礼、長谷川エンドラインの方へ、アイバーソンへ、さあ中山オープン、3を打つ、中山来ました。少し避けたいところですよね、はい、アイバーソンへ。ゲームクロック1分、スリーポイント、これが来た。今日の秋田は要所でスリーポイントが沈めます。要所でスリーポイント沈めますね。はい、アイバーソン長い手を伸ばす、ショットクロックない、いいアタックですね、はい、エンドを決め切りました。ここでブザーです、はい、前田ヘッドコーチの最後デイビス起用がここは功を奏しました。さあもうプレーはしません。昨シーズン4試合勝てなかった宇都宮を相手に秋田